こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。ですね、よく言われるんですけども、シャーリング生地ってどんな生地なんですかっていうやつなんですね。で、カットパイルとも言われます。一般的なこのタオルの生地ってのはこれなんですね。よくちょっとね、拡大していったらいいんですけども、タオルの表面が、ループ状に糸がこうなってるんですね。ループ状にで、ここでまあまあ水分を、こうかき出して吸収する、タオルに吸収するっていうのがこのタオルなんです。一般的なタオルなんですけども、もう一つがこのシャーリング生地となるんですね。ちょっと見にくいんですかね。表面がビロードみたいになってるんですね。で、均一になってます。で、どのように作るかというと、こちらのタオルをまず折った状態でシャーリングの機械っていうのを通すんですね。そうすると表面を芝刈りみたいに全部こうカットしてるんです。きれいに均一にカットするんですね。だ、こうするとどうなるかというと、プリントがきれいに乗りやすくなるんですね。コンサートなんかやライブ会場で売ってるタオルなんかがこれになるんですけども、プリントがきれいに乗ると、こうやってきれいなプリントができるんです。やっぱりね、パイルの上にプリントするとこうデコボコデコボコになりますので、パイルが練ったりこっち行ったりあったりするともう全然ね、きれいにならなくなる。これがこの、プリント生地とも言われるこのカットパイルのシャーリング生地はそういうことがないですから、きれいにできます。ただやっぱりね、デザインによって、どちらが適しているか、まあ、ジャガードにする場合も、いい場合もありますのでね、その辺をぜひこの動画などに出て、まずフリーダイヤルの方からですね、問い合わせいただくとしたら、まあまあ、間違いなくできますので、一番いい方法かと思います。ぜひよろしくお願いいたします。